こういうタイミングで の上演ということで、この作品を上演する意義が非常に強くなったなと、私の中で感じています。人を思う力という、シーズンタイトルがついた、1段目の、作品になります。幕末の町民であり百姓であり、いろんなこうヒエラルキーという格差がある中で、現代にも通じる分断みたいなものを今の時代にも届けられることができたらいいなと思いますし、僕も三好さんの作品演出するのが2回目で、やはりこの作家の面白いのは言葉の響きであったり言葉の強度だと僕は思っております。時代劇的なケレミみたいなものを、なるだけちょっとシンプルにしてって、なるだけ言葉の響きや重みみたいなことを伝えていければなと、2ヶ月総力戦で、無事に初日そしてラグビーまで迎えられるように頑張っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。